さあ前半が始まります。浜田と牧です。日本のキックオフで運命の第3戦が始まりました。2006 FIFA ワールドカップジャーマニーグループ F の最終戦。ジュベルト・シューバ今日先発出場。4番は最終ラインのファン。ロナウドが引いてきましたが左サイドロベルト・カルロスのポジションに今日はジュベルトが入っている。さあ世界のロナウディーニョからロナウド、日本警戒が必要。左下シュート打ち過ぎました。いやー今のはね危なかったですね。日本にとっては前半の7分、ロナウディーニョのこのタイミング、いいボール入れてロナウドへステップが一つ入って強烈でしたが川口よくコースに入りました。今日の日本のメンバーの中では初めてピッチに登場するのはこの牧だけということになるんですが、その牧と玉田の組み合わせ、ジューベルトが入る、ロナウジーニョ、イロイシアからロビーニョが一旦下がる、シシーニョが上がってくる、ロビーニョがかわしに入る、あ前が空いたシュート、川口まで防ぎました。やはりドリブルで割って入られた時に日本のバランスということが一つ問題になりそうです。まあ、特に、ね、ボールへの寄せのところでですね、簡単にかわされるとですね、シュートまで取られますよね。一旦下げて風が上がってきている日本、シュートがまだない日本ですが、稲本だ、行ってきた、日本今日初めてのシュートは稲本。前半の15分でした。ジューベルトが上がる、ロビーニョが今日は随分下がってきていますが、そのロビーニョへ、もう一度ロビーニョ大局面だ、相手シュート、いた、まさかの上からの反応しました。プレーは本当に上手いですね。このシュートの前がほとんどワンタッチプレーでした。ブラジルの持ち味、切り返したロビーニョの左足のシュート。でやはりね、ボールの動きも早めにもう動き出しっていうのをしていかないと、ねね、先手先手でいかないと勝てないですよ。ロナウジーニョ、ロナウド切り返す、シュート来た、川口が左手で弾いた、よく反応した日本。いやー最高ですね川口ね。川口が引き締まったいい時の表情をしています。よく防いだ川口、集中してますね。左サイド16番のジューベルトがスローインを入れて、ロビーニョがまた下がっている、カカー、日本のディフェンスは揃っているが、ロナウジーニョ2人の間に挟まれる、中田のディフェンス、ロナウド後ろからシュート来た、助かりました。ジュニーニョペナントカードギリギリでした。ロナウジーノからロナウドが貯めて引きつけて、あ回転しない強烈なシュートでした。これもねラウジーよく反応しますよ、うん、小笠原2人に囲まれているが、さあ玉田が来て右足で狙う、2人の間に入る、カジもう牧が手を挙げているんですが小笠原に渡す、ブラジルが囲んでくるが、カジサイドから、うん、どうだ、オンゴールか、いや外側だ、外側でした。いやーいいボールでした、いわゆるえぐったプレーでした。日本いいですね、どんどんこういう裏をついていってほしいですね。そしてやはり外から攻撃したことであわやオンゴール、日本いい形でした。中田から玉田に預ける、稲本、アレックスを見ている。さあ牧はもう動き出している、アレックス自分で勝負か、得意は左足、いいでしょう、玉田が抜けたシュート、よっしゃー日本戦、そしてブラジルはこのドイツ大会初失点、ブラジルから点を奪ったのは日本、オフサイドラインギリギリ、玉田の左足でした。いや気持ちいいぐらいね、思いっきりのいいシュートでしたね。ブラジルを相手に素晴らしいシュートを見せた玉田、前半の34分日本先制点。ガッツポーズの日本ベンチ、ジーコ監督、ブラジルが上回っています。王者ブラジル、この大会初失点、ロナウジーニョ、ジューベルトが上がる、日
日本のディフェンスは今人数は揃っていますが、切り返したジュニーのフェルナンド・カーノ、ロナウジーニョ逆サイド広い視野から折り返した、ロナウドがいる、ロナウドヘディングシュート、ブラジル同点、日本追いつかれました。前半のロスタイム、ロナウドこの大会初ゴール、1対1の同点。さすがにブラジルリードして終わりたかった日本。そうですね、ここでうまく動かしながら遠いサイド、みんなね、日本の選手ボールウォッチャーになってるんですよね、把握してないですね。ロナウド、このドイツ大会初ゴール、リードして終わりたかった日本ですが、ロスタイムの失点、ロナウドへのマークが緩みました。おっと、これは危ないですね。シーニョへ、中でスペースがある、ディフェンスが上がってくる、強烈なシュートだ、来ましたね。王者ブラジル、日本にリードされる展開から前半で追いついて後半勝ち越し、日本リードを許しました。強烈なシュートでした。ボールが全く回転せずに少し揺れながら落ちていきました。日本は梶、坪井、中澤、サントスというディフェンス、ゴールキーパーは川口、今中盤の守備的な位置に中田浩二が入って稲本と組んで、前は中村と中田英寿、玉田と牧が前で待っている、玉田はもう動き出している、さあミドルシュートが来た、中田、中田英寿のミドルシュートでした。サイド16番のジューベルトからロナウジーニョ、あーに変わる、素晴らしいスルーパスが通ってしまった、ロナウドが待っている、シュートが来た、3対1になりました。左サイドの10メートル、後半の14分、王者ブラジル追加点、強烈なシュートでした。その前のロナウジーヌのこのボール、そうですね、やはりね、いいところついてきますね。後半の14分、日本3失点目、先に点を取った日本ですが、カカボールが早く動き始めた、ブラジル、これシュートが来た、遠くからセーブ、まだボールはどうだ、ゴールキックに変わりました。いやー、低くてね、本当に力のあるボールを蹴っていきますね。テントリアのロビーニョはまだこのワールドカップでのゴールがありません。まだ分かりません、10分あります。なかなか渡らず、押し上げる、あーっとブラジルのチャンスだった、ロナウドのシュート、得意の左足、変化した、惜しい、わずかに右、中村らしいスピードでした。まあ思い切って狙ってきましたけどね。今のシーンです、わずかに右、ゴールキーパーはセニに変わっています。玉田から足の間に、オフサイド、フラッグ上がっている、フラッグ上がっている、オフサイド、大歓声でおそらくホイッスルが聞こえませんでした。惜しいタイミングでした。いい速攻でしたけどね。コーナーキックが展開して、中村、稲本のシュート、攻める日本、ここで試合終了、4対1、日本敗れました。連覇を目指す王国ブラジル、日本に逆転勝ち、4対1、これでブラジルグループ F トップ。
日本のドイツ大会での戦いは終わりました。